はいどうも、ロゴーチャンネルのロゴーです。今回、勇者の神経衰弱というゲームの方をプレイしていきたいと思うんですけれども、こちら Steam で発表されている、まだ発売前のデモ版になっているんですが、プレイしたところすごい面白かったのでね、早速プレイしていきたいと思います。こちらのゲームはですね、昨今なんか普通のゲームっていうのかな、その神経衰弱だ、なんかスロットだってあるんですけど、そういったところに、まあ、ローグライフ系の要素を追加したタイプのゲームとなっておりますね。こちらの方はですね、ヒーロー選択っていうのがあるんですけど、まだこの預言者しか使えません。それぞれなんか固有スキルがあるみたいなんですけれども、カードを選択する効果を発動させずにその内容を確認するっていう感じで、まあ、こちら神経衰弱なんですけれども、そのうちの1枚を見られる感じの、キャラクターですね。難易度の方なんですけど、実はまだクリアできていませんが、とりあえず普通でね、お腹痛いので普通でちょっとプレイしていきたいと思います。さあ、神経衰弱こんな感じでね、なんか雑多に並べられてるのを一気に記憶していくので、記憶力がマジで曖昧な俺にとってはかなり厳しいゲームとなっております。が、なんとなく色彩で覚えていきます。ごめんなさい。これね、武器じゃなくて色で、まあ、神経衰弱していくので、もう配られた瞬間にこう一気に記憶していかないとマジで忘れます。そして、今しれっとやってますけど、なんでこれやったかっていう、まあ、さっきね、記憶しなきゃなんないので説明不足なんですけども、こんな感じでね、ターン数がありまして、そのターンの間だけ回せますっていうか、この選べますよって感じで、で、あとこちら右下の方はですね、俺で隠れてて申し訳ないんですけども、ちょっと俺どけましょう。後ろの方にありますけども、このキャラクターですね、預言者っていう、このスキルを、ここを押せばスキルが使えるんですけれども、それはまあこのターン数ですかね、この青いのがこう、ターン数だかなんかわかんないんですけど、これを増やしていって、使えるようになると。で、さらに右のこのタグアンみたいなのがコインです。敵を倒していくとお金がどんどん集まるので、それを使って、まあ、毎ターン、まあ、お金を使って買うことができる感じのタクワになってます。そして左のですね、ハートっぽいものがですね、もうおけつみたいになってますけど、このおけつがですね、自分のライフとなっておりますので、各ターン、敵のこの、下水道のネズミのライフ2に対して、この右の剣、つまり攻撃力が2が、このターン終了時にぶっ放されるので、体力があるうちに何とかしましょうという感じのゲームです。さあ、わしの部分、触ってしまうた。まあそんな感じのゲームでね、ちょっと今ドキドキしすぎてとんでもねえことになってますけど、すいません、ちょっとちゃんとプレイしましょう。まあこんな感じですね。はい。で、あと1回は赤ガンマンで。これ何がなんだかさっぱり分かってないんですけど、とりあえず揃えれば倒せるっていう感じでね、脳死で楽しめるのもいいところですね。さあ、戦利品で3ゴールド手に入りました。さあ、で、記憶の時間だ。高校で、多分高校でしょ？違うあいつ誰だあいつ誰なんだ。さあ、記憶力だけで戦えるのはここら辺までですね。ちょっとやばい。こうして。大体わかった。絶対わかってないパターン。あ、違う。これ隣り合わせだな。これとこれか。で、下が、これと、違う、これ。ダメだ。おじいさんには記憶力がないパターン。あー、やばい。いや、じゃあスキル使えよって言うんですけどね。なんかちょっとスキル使うと負けた感が、違う、隣だ。負けた感がすごくてですね、あんまりちょっと、使いたくないんですよ。無駄なね。さあ、ここから商人が入りました。いろんなカードがあるんですけど、まだ何がかさっぱりわかりません。たくあんが9枚では買えるものも限られてるみたいですね。今買えるのはこちら。バトル開始時ランダムな味方カード、これいいですね。カビルプラス1。エフェクト、カードをマッチ失敗するとき。ああ、ダメージ受けるから失敗すんなよと。このパーセント系はあんまりよろしくないですね。お、ん？ポーション出現率をアップさせる。これ、ちょっと買っておきて、なんか回復手段に乏しかったんですよね。プレイしてみるとわかるんですけど。これ買っていきましょうかね。さあ、持てるアイテムは6個です。あ、記憶力。こうして。ダメだ。もう覚えてね。何も出てこね。これとこれか。これと、正直ね、ガチで勝ちたいんだったら動画でも録画してプレイしてくださいって感じですね。で、ちなみにこれ今トラップカードっぽいのあったんですけど、まんまトラップで開いてしまうとそのままダメージ食らったりします。
で、敵の攻撃食らわないけど、何回もトラップめくって体力がなくなって死ぬっていうこともまあまああります。さあ、覚えろ覚えろ。やべやべ、めちゃ離れてる、めちゃ離れてる、めちゃ離れてる。やばいやばい、なんだ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 
で、これでポーションめくって、この敵の攻撃が入ってくるともう次何プレイしたかさっぱりわからんちんけんいちになるんで、これマジでやばいっすね。そういう時にスキル使、あはは、スキル使えよって言うんですけどね。いや、俺のプライド、このプレイだけは使わんっていう。やばそうなら使えますけどね。あとどこだ、私の記憶力ではここの気がするんだが。ワンド、ワンド、ワンド、ワンド。おー、しよしよし。なんか無駄に頑張ってますけど。ここだ。いや、これさっき開けたじゃん。こうですね。はい、OK です。いやー、頭が追いつきませんな。さあ、次のお買い物です。戦闘終了時ヒーローの体力1ポイント回復。てか、たくあん11か。これさっきの攻撃力アップだよね。20% の確率で敵、まあ、パーセント系は苦手なんだけど、買っておくか。で、たくあんが残り5個あるから回復も買っておいて、これで1たくあんでスキップですね。よし、記憶よく。回復できるのありがたい。これとこれで回復いけるか。全然見えなかった。まずい。まずい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 。とりあえず2個いける。ここと、ここはいける。あともうダメ。終わった。あ、終わりすぎ。これと、色的にどこだっけな。ここ多分ジジイ入ってる気がする。誰お前。誰、ああ、適当に当たった。これか。よし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 。なんか覚えてるぞ。ここと、あれ弓、これ剣だっけ弓だっけ、違う。違う。あ、やった、今 20% 発動しましたね。あ、違うってだから。剣でしょ、だからここ開けてないからこうでしょ、で、おぉ、倒せましたね。難しい。記憶力が弱くてな。あ、ここいいですね。これ上は大丈夫。上、捨てましょう。あ、捨てたらあかんって。覚えてねえって。誰だお前。これとこれでしょ、で、これと、あれどっちだ、ん、あ、だよね、だよね。で、上は多分同じのがいるから、これとこれでいけるでしょ。そういう覚え方したところでもう、トラップだった。これとこれだよね。そうそうそう。大丈夫、大丈夫。慌てる時間じゃないさね。いけるいける。お、いいですね。お買い物のマス。今、たくあん9枚です。攻撃、赤、何、赤じゃないの。10% の確率で1ゴールド獲得する。バトルにつき1回初めてめくられる。あ、いいですね。これ、トラップにやたら引っかかる俺には持ってこいです。さあ、次ですね。これ、あ、よく見たらルーム29まである。これ長そうだな。1試合がすごい長い。さあ、行きましょう。さあ、死なずに行けるのか。パンチパンチ。なんか変なエフェクト邪魔だね、今。これとこれ、あ、もう2個しか見えねえ。ダメだ、最大2か3ですね、俺。記憶力がなさすぎるんじゃ。あの変なエフェクトがあるせいでね、余計見えねえんだよ。でもだからこそこのスキルっていうのが生きてくるのかな。手手とか言って。手手ボマー見つけてもうた。こうだね。で、これとこれだよね。よしよしよし。で、一回終わると次のあれでもめくりますが、倒しちゃったのでそのままか。うん。さあ、記憶よく。上トラップまみれやな。いける、3いける、3いける、大丈夫、大丈夫、3、まだいける。これとこれでしょ、で、こことここじゃね、これがハンマー。違うって、だから横ずれたって。カーソルっていうかね、マウスの、あれが違う。誰だお前。誰だお前。ここで、なんか右下ボーマーっぽくなかった？ああ、倒せました。よかったよかった。さーて、調子がよく記憶していけますけどね。これさ、どこまでカード増えるんだろう。列がさ、3とか4、3までは対応できるんだけど、4とか来たらもう無理だな。さーて、今回、たくあん12ですが、初めてダメージ受けるとき、ランダムな味方カードに攻撃力プラス1。これ、味方って俺も入んのかな？
だったら強い気がするけどね。敵が攻撃するとき跳ね返す。あー、これと同じ効果か。縦の効果。で、それに対して1ダメージ跳ね返すから。これさ、確定で1跳ね返すんだったらこれ強くない？使っておくか。たくあんがもう一個あったらバーサーカーでもよかったんだけどね。で、スキップと。さ、ブロブロ。ここ、上 OK、上 OK。本当に OK なのか？一心暗記丸だぞ。今なんかこれトゲっぽかったんだよな。どっちだっけ？どっちトゲだっけ？これ？あー、これでしょ。で、ただ上は正直捨てたから覚えてない。はぁ、刺さった。あー、ぶっ壊してくれた。ラッキー。これがこれでしょ？で、多分、おー、倒せました。いやー、限界限界。記憶力の限界。うわ、全部違う。めっちゃ速くなってきてる。待って、速度上がるなんて聞いてないんだけど、私。聞いてないっすよ。銀遊詩人がどっかにいた気がする。これじゃない。お前、お前。おい、俺、銀遊詩人宛てだったんだけど、お金持ってかれた奴はお金を取っていくのか。弓。弓だよね。よいしょ。ほい。そろそろスキルを使っておきたいところじゃが。どうしよう。よし、回復もまあ、なんとかなってる。よし、お買い物マス来た。あぶねえ。で、トラップカードによるダメージ受けた後、カードの裏にトラップマーク。おー、お金、たくあん足りないっていう時に実はこれ売れるんですな。ポーションの確率上げて回復っていうのもいいんだけど、どうしようかな。ブロックの確率でさ、これちょっと売っちゃって、これちょっとメガネかけといた方がいいかもしれないんだけど。ね、メガネかけときます、わし。わしメガネかけときましょう。さあ行きます、次。あ、いいですね。これ回復は逃せ、ん？待って、なんか全然わかんないんだけど、なんだ、なんか変なエフェクトばっかりで。とりあえず回復はできる。回復はできるけど、もう攻撃はできんのじゃん。待って、お金だけには疎かった。待って、なんか上に武器めっちゃ、誰？上に武器いた気がするんだよね。お金？あ、違う、待って、さっきのやつじゃん。待って。もう無理。スキル、ちょっとスキル、こんにちは。はい。よしよしよし。なんかここら辺にコイン、違う、もっと違う。お金欲しかったから、ちょっとね。あぶね、あぶね。お金に釣られた気がする。へへへ、ちげえ。ちげえよ。待って。お金に釣られたんだけど。あ、これとこれか。ほい、こう、ちゅ、お待って。もう勘弁して。勘弁して。もう、ダイナ、無駄にダメージ食らってる。よしよし、回避。ちゃう。ちゃうチュールだ、これ。こうでしょ？あ、すげえ。もうダメだ。もう、ぐだぐだだ。さあ、次もボス戦なんですね。ボスじゃね、敵戦か。お金に釣られるな、これ時に指示、で、今、ガンマンとハンマーだけ覚えたい。こう来て、これじゃなくてこっちだよ、こっちでしょ？で、なんかハンマーっぽいのがなんか見えた。あ、これとハンマーか。こう来て、誰だるいって。だるいって、ハンマー消えたんだが。あ、倒せた。あぶねえ。次はお買い物。たくあんが10枚です。攻撃後、与えたダメージの 100% を回復する。回復系は結構ありがたいんだ、では。マッチに成功するごとに、マッチでーす。買えないでーす。探検買っとこう。まあ、ちょっとね、記憶力に難があるから、ここら辺強いとは思うんだけど、買えねえよな。で、スライム。こう、ガンマン、これ来て。うわ、上、武器ばっかり。あ、待って、飛んだんだけど、飛んだ。なんか今いたんだよね。ここ見てたんだよ、もう俺。これとなんか見てたんだけど。違うね。詩人。はぁ。トラップじゃ。待って。もう無理だ。ちょっと、スキル使う。
これと待って、これだよね。で剣これ緑だよね。はあ、はあ、待って。危ない危ない危ない。適当に向くってのはなんとかなるこんな。ただ体力がちょっとねまずいから。これと剣だよね。あ、でも今度トラップ見えるようになるのはちょっと助かるな。適当にやってもなんとか絞れてますからね。トロークさん。これ上絶対めくりたくない。あ、回復来てんの。これちょっと、これ。ハンマー見えない。ハンマーどこ行った？ハンマー多分ね、記憶だとここら辺にいる気がする。誰だお前。オーケーよか。これ、トラップや。これとこれだ。よしよし。絞れ絞れ。もう、ここから先はもう何もありませんので、使えます。お前のプライドどこ行った？お前のプライドどこ行った？いいね、そんなちっぽけなプライドで死んでたら意味ねえんだよ。詩人。これとこれか。で、どっちに入ってんだろう？下かな？違うね。違かったね。わし死ぬね。まあ、でもね、初回プレイよりはまだマシかな。え？え？なになになに？あ、そっか。倒せなかったからもう一回リロールか。え、見せてくんないの？そんなのってありかよ。あー、で、おー、適当にやったら当たった。おー、いいですね。OEM っすね。これ？あー、違うか。でも基本的にトラップが増えるわけではないから、あー、しゃしゃしゃし、倒した。回復も結構追いついてきたぞ。よしよし、一休み。たくあん12枚ありますね。ただもう枠がないから、これ結構ね、トラップをテーブルから消去すると、割とその、なんだろうな、これと被ってるんですよ。鼻詰まっちゃった。あ、ハンターのメガネの効果が生きなくなるのと、リロールされた時の枠が空いちゃうから、どうなんだろうね。そう、これもね、テストプレイでやったんですけど、これが発動しちゃって、記憶したのが吹っ飛ぶんですよ。邪魔なんですよ、これ。これとにかく邪魔。これは、ちょっと、これ捨てて、コインパーツ買って、あ、でももう終わりか。まあ、いいか。行きましょう。さあ、覚えろ。攻撃系が上に回ってきてる。これとガンマンでしょ？で、攻撃。2枚はめくれる。2枚はいける。3いける。3枚いける。まあ、いける、まあ、いける。よしよし、まあ、危ねえ。これが武器だよね。急兵って上にいなかったっけ？あ、トラップや。いたな。急兵上にいたのは分かった。よいしょ。ここまでは覚えてる。で、あとは、スキルでちょっと適当にめくって、こことこれか。よし。意外に覚えてるもんですね。人間捨てたもんじゃねえ、スマだ。さあ、お金も増えるし。あ、なんか強そう。回復してな。あ、待って、回復してる間に記憶が飛んだ。ここと多分それ。で、ハンマーが下入ってくるから。これとこれは確定。おぉ、どれだお前。これか。これとこの端っこが多分ね、何？それ何？え？なんかそんな、あ、なんか現実使いの効果で、ブラインドにされちゃった。空白だからでも別にいいんじゃないのそれ。これとこれ、あ、じゃあ効果発動しないの？あ、そういうこと？ 15% 引きまくったってこと？ちょっと待って、回復薬忘れた。ここら辺にいなかったっけ？回復薬。あ、ハンマー上下リンクか。ひぃ。トラップだった。待って、死んじゃう。あ、なんで？あ、しかも消えた。マジか、消えるのか。お前、消えるのか。マジか。ちょっと待て。待て。そらねえってば。意地悪だよね。ああ、トラップだった。あれ逆にトラップ残した方がよかった。あ、ちょ、分かってたじゃん。なんで、ちょ、トラップを消せよ。もう、なんでだよ。本当に。もう、畜生め。で、攻撃力プラス1、マッチ失敗すると25%でダメージ食らうから、俺にはちょっときついかな。ああ、もうお金さ、結構溜まってんの。たくあん18あるから一回リロールしてもいいな。
未消費のお金につきか。はあ、そんなのもあるんだ。あ、でもダメージ受けると検証できる。これは強そうだな。強いけど敵の攻撃力。なんか結構ね、こうやってみるとわかるんですけど、敵の、敵ってかこのカードの効果でいいなって思うと意外に敵が強くなっちゃったりっていうのがあって、そこら辺のバランス面白いですね。面白いんだけど、ここら辺、ポーションもう吹っ飛ばしていいか、お前のせいで俺の記憶が飛ぶわ、マジで。だから、ここら辺はさ、もう一回リロールしてみよう。リロールしてもお金増えないの、ありがたいですね。じゃあもう一回。あ、お宝カード。いや、あ、また帰ってきちゃったな。ちょっと、いや、これ、もう一回買い直そう。結局よ。さあ行け。ちょっと早いか。いや、同じカードが揃わん。いや、いける。とりあえず2枚はいけるはず。違かったじゃない？嘘でしょ？そうなってくると記憶ないよ、もう。もう記憶力ないよ。終わったよ。これとさ、ガンマン。違う違う。ここだ。違う。こことこうでしょ？で、あと記憶力がもうゼロなので、あ、カード使えなくなっちゃった。こいつの効果でサイレントでスキルが、はぁ、あ、挟まる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 よ。よいしょ。OK。いいっすね。体力は全然いけるわ、これで。この構成で十分っすね。記憶力次第よ。なんだ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 あいつ。なんだなんだ、ちょ、余計なエフェクトやめて。あ、見えなくなるエフェクトとかいうパターンのやつ、これ。嘘でしょ？これとこれしか分かんなかったじゃん。これは？有志人は見えなかったな。なんだあいつ？あれもトラップか。おー、これと、どっちだ？どっちだ？これか？違うな。これだったな。これと、有志人。おー、ハンマー。いや、そういうスキル、ざいな。ちょっと待って、記憶力が飛んだぞ。これと、あれ、詩人やんけ。てめえ、詩人じゃねえか、てめえ。ちょっと体力がまずくなってきたぞ。遊んでる場合じゃねえから、ちゃんとスキル使わないとダメだな。こっからはもう無理です。危ない、トラップ回避。したのにトラップ出てきた。トラップ。これトラップ揃えても何もならないから、ただ死ぬね。食らっただけだね。無駄なことをしたぜ。よしよし。さあ、あと2マッチですね。これが最後のお買い物。最後がボス戦ですね。ってことは、もう、お金系とか、そうなるとこういうバトル終了時系がいらないから、ここで一気にリロールして、回復とかこういう盾とかにした方がいいのかな。最大マナって何？足田ですか？ちょっとリロールしてみてもいいのでは？あ、スキル使用時 HP 回復できる。これいいですね。おお、すげえプルプルだったよ。では、ボス戦いきます。初めてのボス戦です。ゆっくり来んな。なんだなんだ。メデューサ。うわ、なんだ。この効果見てる余裕ねえんだって。なになになに？カードが、20%、ん？あのさ、どういうこと？味方とウェポンのカード内容の、あ、だから今トラップだけ見とけばよかったな。うわー、テンパイ。超テンパイ。カードがめくられるとき 20%、さっきのこれ、空白のエフェクトはさっきと一緒か。で、ウェポンと味方が見えないからもうここ。お前ふざけんなよ、20% 引いて消すなよ、しかも。あれ何も、良かったの？もしかして当たってた？しかもスキル使えない。あ、トラップ。いや、待って、初見で、20% 引きすぎだって。このゲームの 20% ってどうなってんのよ。こっからちょっと自利品だけど、もう効果使っていくしかないのか。で、回復、危ねえ。あー、危なかったのに。あー、見えねえって、パサ。あ、これもトラップだったらしいっすよ。ジジイ。マジクソなんだけど。ちょっと待ってってば。で、トラッ
ープで、あれハンマーどれだっけ、上だっけ、違うね。あー待って、お客さん、そう来るのはん下か、これとこれか。あ違う、待って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 、やめて、攻撃しないでくれ、頼む。せっかく覚えたのにさ。いやだからこういうことよ、こういうこと。あ違かった。あちょっと待って、ガンマンだ。でもこれね、率先してスキル使っていって回復しないと多分追いつかなくなる。んガンマン、あ違う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 、待って、おつむがさ、おつむがさ、ちょっとおつむ、くそ、あしかも間違ってたっていうね。もうおつむどうのこうのじゃないじゃん、だってこんなん。ででもトラップはもういないんじゃない、めくんなければ。マジクソ。あでも当たってたパターン、消えるってことは当たってるってことじゃないのこれって、だよね多分ね。意地悪。あのね、これは意地悪、うん、意地悪だよこれ、意地悪ワールド、ね、泣くよ。そろそろ泣くよ、意地悪させる、こんな意地悪されると泣くよ。よし、あと3回、適当に開けてもいけるだろう。OK。これとこれ。よしよしよし。トラップがもう絶対来ないのが安心感の材料ですね、これ。2枚しか来んないの、そんなそんな。外れたみたいですね。じゃあ。あれ違う違う、こっちこっちか。やばい。とりあえず回復しよう。負ける負ける。よっしゃー、終わったー。くそ、意地悪すぎだろ、これ。バランスどうなってんだよ。はい。で、一応これで最後クリアすると、まあ、今回の、まあ、いろいろスコアが出てきて、デモバージョンプレイありがとうございましたっていう感じですね。はい。っていう感じでね、これが、メインメニューに戻りますけど、勇者の神経衰弱だったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、感想としては非常に面白いです。で、ちょっとあの、たった3マスだったらギリギリ覚えられるかなっていう範囲だったりとか、バランスはすごくいいんじゃないかなと思います。ただ、パーセント系がちょっと意地悪が過ぎるんじゃねえかなっていうね。まあ、もちろん、さっきの見えなくなっても揃えばペアとして認定されるみたいなので、そこはいいんですけど、いや面白い、マジでね、スキルのせいで記憶吹っ飛ぶっていう体験は面白いのでね、ぜひ、デモ版プレイしてみてください。絶対ハマると思います。まあ、そんな感じで今回は以上で終わりますけど、もし気に入っていただけたらぜひチャンネル登録や高評価と応援の方もよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。